じゃあコラトレイが押してしまった。あとは誰が残っている。果たしてこの俺を倒すこと。さあもう沼さん空気読まなくていいですよこれ。これはね他のチームメイトを動画に残んなくていいですか。いやいいんですよもう勝てば。あのトークが2人くらいか仕事もいいかこれで俺に。ああ入ってきた。あと得じゃねえかな。サダオ。はいサダオ。愛知のトキスカイ。サダオトキ。トキ。なかなかやりますねこの時も。しかしユナの対戦経験が。頑張れ育ち。さあ、ユダトキ、ブカの設置、さあ、ブカの設置を許してしまった。そして追い込んでいる、ユダが。さあ、入れ替えが激しいが、手札通して、さあ、グレー、さあ、大事、このコンボ超大事、お客さん、ぜひ覚えましょう。遠くの方から、逃げて、さあ、後ろ枠になっちゃった。設置をしたいんだが、許してくれないときがは、触って、サーキャンポイントが怖い。手札、さあ、投げ返し。さあめくってこれはこんなんでも殺せる。ユダは乗っからでも殺せます。さあフレーム消費して、さあフレーム刻み、おーおーデータ通して、むしろ美味しく星をいただく形ください。星よしけら、まあ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 、あの取るのが大事。よく言えば星も一つ取りたかったけど、しゃあなし。さあ当たってしまった。グレからジャンピージャンピー。はい、さあこの刻みは東京の方逃げている。タチシー投げ漏れちゃうんか。グレからジャンピーテンション、東京の方さあ四隅ジャンプ警戒か。テンション役ですね、サイテイクさらのジャンシングレジャンピー。はい、岩神剣を入れて、まだ残る北斗、宇宙岩神剣から右から、さあ、ダンプを一生警戒。テンションは見えてる。さあ、ユダはテンションが返しにくい。水武撃何水武撃だっけ、技名知らねえよ、空中悪味。さあ、まだ星全然消えないんじゃないからね。しかし、ブーストあるから全然バスクがいける。皆さん、気をつけて触っていく、触っていく。さあ、せっかくこうね、星取れた。さあ、必要に相手のウェルパー読んで一生ジャンピをかぶせ、うわ熱い。さあ、ウェルパーが光る、ウェルパーが光る、見えて、ウェルパーが光る。せっかくこうなのいいよ。さあ、一生ウェルパーしてんじゃねえよと。さあ、ダッチか、さあ、おいしい。さあ、ウェルパーして、カード、ウェルパー、いいよ、投げを警戒、うまい、あーまだまだ、あるで、さあ、いい、さあ、これで、どうすんだ、あ、危ねえ、危ねえ、距離取って、熱いぞ、あ、危ねえ、はい、さあ、ガーキャン、うわなんだこの読み合い、あー、グレー、いや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 、いい勝負だった、いい勝負だった。今読み合いが熱かったよ。勝ったのはサダオトキ。いや全然ムマさん仕事しましたねこれ。さあ我こそはというものがもう入れえんちゃうんか。
安国さん、安国さん、安国さんの時、ね、ちょっと言うの遅れた。あ、安国さんの時はワン右側で白身がサダオとき、青い方が安国さんですよ。白い方がサダチ。さあ、解く時は見てて面白いぞ。さあ、いい。もう覚えてない安国さんの方はパンチング締めて。もうパンが、さあ、ウェルトギリのところに当たった感じか。さあ、まだピョロない。右。あるの？ダメで、ね、ガーチャンコース。さあ、ブースなんかやるとこまでに触ってきた。せっかくだな。さあ、チャンスですね。ドキは拾いと難しい。アイチャンスでできますね。さあ、ガーチャンこれ。いやいやいや、大丈夫。さあ、若干効果ないけど、すぐ落とせば。安定する。さあ、危ない。いやいやいや、大丈夫。ホッサン、ホッサン。いけるいける。伸び伸びいきましょう。ダンス。さあ目の前でプルプルされて、ガーキャンがガードで済む。危ない。さあキャンディーかぶしてきて、あーなんとか抜けないが、手だと追って西井から金利、さあバリ締め、すっごいサダッチ。ああいいよ、さあカントって感じ。はい、日本とみっちり入れて、さあお見せめ、おいみなんかもう一度だけでしょ。いや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 、いいよ。さあ勝ったのはサダオトキ。結果強めの前ビーがちょっと早かった感じだったかな。さあちょっと止めた方がいいんじゃないですかと。さあ我こそは。The time of retribution. Battle one.Decide the destiny. Yuri! Okay, good. Aou 君が出ますね。はい、頑張れ。さあでもサダオは結構新対策しっかりしてるから。また？さあ、ヨアちゃんが取りに行っちゃった。さあ、パウ君が座る。The time of recognition. 1P、パウ君、2P、サダオ。結構この2人もやってる。さあ空中当てに近づいてきてめんどくせえ。さあ、ジャネ取っちゃった。いやいや、大丈夫、全然いいよ。さあ、コンボギザンって ACC から東北方から6面。頑張ってみるんだ。さあ、感情見て。さあ、暴れちゃった。まだ見ない。さあ、この後は問題。1、2、3から見えて、さあ、2、B、うまい。よっちゃう。さあ、おいしい、全然恐れてねえよ。腕テンションすぎちゃって、まあまあ、うっ、さあ、当たんねえから、サダオがちょっとひよっている。いいよ、欲しいよ、欲しいよ、全然あるよ。さあ、結構おいしい形ですね、相手のミスに救われてた。さあ、バスト系、ジャンピングとしただけ。さあ、ブーストボルトとけ。さあせっかくここで方針強気を作って、おパンガセからエンディー、ワープエンディーが強い。さあ切って時期出して、あのサダオトキ出します。サダオトキいけそうな人、僕いきます。行く、行ってもいいですよ全然、ね。さあ出てくるのはローション、ローショントキが出てくる。さあトクトキ、頑張れ。アンピが黒い方がローショントキ。Decide the destiny. さあ距離取って、さあお見合い。さあローションの時が出てきたよ。さあコンボ入れているな、ローションの時あるの。さあ西上レッパしてんじゃねえよと。ジャンピーなんてテンション借りにく。さあもう一回通すか、寄るぜ西から課長。せっかくここで暴れてるし、さあ2B はちょっと多かった。さあワープ超えちゃった、艦長からワープでポパン拾い。ジャンピー検証から西西から。さあサダッチがさっきからちょっとうまく動けてない。さあガーキャンはなんとか味なかったが通っちゃって、さあ距離取って落ち着いている。
惜しい、あー惜しい。しかもあそこでもね、さっきね、めくり拾い、めくりヒットするんやつね。あー、サダボがコンボを入れて、バンジね。いや、絶対できてない。やりたいことができていない。ヒールアップを追って、テンションビッチが拾っている。そして、ハイジャンピーリング ACC、ランジンケン北斗、宇宙ダンジンケン。まだ、知りません。しかし、時間的休止、さあ、全然動けていない。これはちょっとあるで。跳ね返して、おいしい。さあ、ダンジンケン、これは間に合わないんじゃないか。さあ、大破だった方が良かったのか分かんない。難しいところ、今のは。しかし、作動がゲージがない。さあ、タブしていきたい。さあ、ブーストに逃げたが、艦長が待っていました。いいアガード。さあ、ワープ逃げて、艦長差し返す。いいよ、いいテンション、オッケー。ちょっと多いからね。さあ、ダンジン剣、危ない、危ねー。いいよ、なんか足しっかりしてる。さすが飛びつかい。さあ、見えない、きつい。おっきめ通して、まだピュロない。バニーはちょっと遅い。さあ、せっかく来い。さあ、キャン。さあ、ブーナギー、まだまだ、いやいや、まだまだ。せっかくここで本気での状況作って、さあ、突っ込んでくる。一撃勝ったの、サダオトキ。さあ、どうします。どういうこと。どうせ控えてるのも強キャラしかないじゃないですかね。あと、シルさん、ラスボさんは、うん、でも行くんやろ、俺行きましょう。さあ、出てくるのはアルミシン。さあ、アルミシン対サダオトキ、ヤゴトでやれ。さあ、ここでもしアルミカンが倒されてしまったら、俺はあと誰に対して仕事をすればいいのか。さあ、立ち回りが止まり、さあ、ジャンエが当たるが続かない、2Cが当たる。さあ、白煙コンボから打って、僕で締めて、固めて固めて、バニで締めて、ダン逃げ狩りのバニが刺さる、アカザンで締めて、また固め、固めが続いて、抜け出したいが、厚みが当たる。さあ、コパ暴れから、バニで締めて、6攻め。オルナイキからのは暴れている。連絡かぶって、リミリミリリです。まずアルミチンが1ラウンド取っていく。第2ラウンド、さあ、牽制でリビが置いてあった。あら、直りスペシャルでアルミチンが時を抜く。さあ、続いて出てくるはおしるか俺か。おしる出てくるはシルサーザー。俺が最後の2人に残っている。どういうことや、どういうことだ。さあ、新サウザー、なかなかいいカード、五分と言われているようなカードではありますが、それは新側がジャンディをどうかぶせていくかっていう話ですね。第1ラウンド、アップハーザンとバックスがジャンディが刺さる。マチ育成が乗っかって、起き攻めは固めていく。ガークラ狙ってオラガで頑張る、割れてしまう。そして蓄積が続いている。ビオル駒投げからいつもの配信賞で締めて、アルミシンが一段取っていく。貴様の執念。さあ、シンガーブースト1本、サウザーも1本、オーラもほぼ1本と、互いにその状況であるが、星の状況が違う。
ロハ巻いて、パンツ巻いて、やり、ここジャンディガスサが続かない、パンツ巻いて、ブーストで突っ込んだが、いろいろあってガーキャンで返す、西暴れが通る、アクセ固めて固めて、ここで逃げてジャンディで帰ってくる、さあさあさあのコンボが目を詰め、A バクが通る、アクセ回転、アクセ重ねて見寄ったところでちゃんと止めている、シルサウザーが一歩取り返す、最終ラウンドサウザーがブーストがあるよ、フーバック通りでくるが何でも続かないが、ギャンで返して、アクセからちゃんとブーストでフォローして、押しがゼロ、ボクトで逃げらない、ジンガーのめくりからバーニコンが、おま投げ、高い一撃、勝ったのはアルミシン。というわけで多分俺が出るんでしょう。はい、上野さんが出るそうです。てるくんが結構なんかすごいかっこいい動きをしてたんですけど、アルミさんが勝ったんで、あっちのチームは上野さんとあとラスノさんなのかな。さすがにラスノさんが、ということは大将は上野さんが大将張る、まあラスノさんが要するに今最後の砦で、ラスノさんが敗れ去ってしまえばもうあとは消化試合ということになると思うんですが、さあアルミさんとラスノさんのバトルは、さあ演習対空からダウン取って大きめ急いでいくけど、ダウン取られたかと思いきやこっちから暴れ返してアルミさんが目的を決めている、この後の大きめはさあ実際回収するダニーをちょっと遅らせて当てみの回避、ホームにはいけなかった、さあダンディしっかり当ててる、しかし壊しを取らせて飛ぶけど、さあジャンシュ対空からボクトで逃げる、あーどうなるどうなる、さあ結局ジャンディで触っちゃうんですね、時はね、で、はいこれ AQ なんかだんだん低くなってるけど、やっぱミスって、あージャンディでカットしてるけど壊しを食らっちゃう、でも寿命を受けました壊しだ、いやらしい、なんといやらしい、バーに締めて奥攻めが投げ、さあ一発もねガードさせることなく、投げもすることなく起きた相手をね、そのまま投げるっていうね、最強技ですね、これ。せっかくかも決めて、星もしっかり取ってる。星なんで、なんか刺さったら死んじゃう、ブーストもある。さあ、ジャンシーから、ガーキャン混じって、ガーキャン混じって、テーラリーかまして、星に決める。さあ、ここで勝ったな、ラストのゾトギー。さあこっちはねアルミさんが敗れたって次誰が出るのかって言ったら、あいつで時々バンバンやってるボンちゃん、ボンゾ、ボンゾイが出るよ。さあボンゾさんとラスノさんの時々はもうなんかもう見てるとめまいがするようなスピードでいろんなところでいろんなね要素が含まれてるらしいんですが、よくわかんないです。小さいディスニー、前の子はラスノさんがいい経験を押す、いいなこれガンガン、さあコモを見せて、あーテミオパナスモン、ラスカーレって、さあピオリーチ、あーしっかり屈伸して、あーコモ締めたら、やっぱ寄っちゃった、バンで締めることができなかったが、コモ投げて、どうしよう、しっかり一個取って、最後はせっかくを出してるだけ、せっかくで星ミス取ってブーストもある星2、この状況はさすがに結構おつやムードではあります。ただもう片方も1回ペースを握ってしまいます。最強技っすねこれ、ふんわりジャンディーはね、どこに当たるかわからん、あれはしょうがない。なんだかんだでやっぱりラストさんがずっと強くて、ガン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 こっちのねカードをバン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 作られていきますよ。ボンちゃんが敗れ去った今、次に出るのは
ヨワさんしかいない。やっぱりこの図式になる愛知のヨワさんと関西のラスノさんをときとき世界最強クラスのとき2枚バトル1ディストデスニー。まずはお互いジャンプからヨワさんが触られたがまた触り合い、さあ5番総裁からキッチンコも決めていく。そしてこれでマジで起きたよ。さあゲランゲランリバーサでなんかしてたがためにやはりあーっとヨワさんの敵からいろいろ漏れてボンボンも食らって、最後はせっかくブーストフォロー完璧、星を取り切ってなおかつブーストも保持。これはさすがのヨワさんもしんどいんじゃないですか。おっとすごい動きをされて、だがそこ冷静だった。しっかりブーストフォローして使ってしまったが、ダメージと星とあと断陣を入れられたんですね。心の余裕が生まれる。おきなよ、おっとリーが少し暴れをしてます。あー読んでいたが遅らせていた。あっと熱いぞ。お互いの場が交錯して変わったのはヨワさん。さあこのラウンドを取り切ればまだ分かんなくなる。断陣剣2発目、次の奥攻め通れば当たるが、ジャンプ逃げて、ジャンプの折り際にブージャンティーにこっちに戻ってくる。さあ星が取り切れない、せっかく助かる。だがこれは2が使ったところに関西の Q さんがぶちまけられて、ヨワさんが対空かられてしまった。あこっちも、あこっちも終わり、あー終わったんだ。じゃあちょっとアルミさんに締めてもらおうかな。あーまあまあ勝ったのはコラドさんのチームなんで、はい、ということでおめでとうございます。ね、こんだけね、ポケやってるメンツが集まってるのもね、やっぱ嬉しいですね。はい、ということで突発でしたけど終わります。おはようございます。おはようございます。